次は、じゃないけど、うん、これ見て。すみっこ暮らしのヨーグルトグミ。形が出てくるの。あ、なるほどね。中になんか、ブルーベリーみたいなやつが入ってるってこと？そうそうそう。でもこれは前も同じで。マスカットかなんか食べたよね、それ確か。そう。もうないね。うん、すぐなくなった。パイナップル。毎日2、3分ずつ食べていったらなかった、うん。すぐなくなりましたね。すみっこ暮らしのグミだね。はい。では、こっちがちょっと興味あるんで、こっちから食べていきます。それではヨーグルトの方です。で、口引きみたいに引いてみます。はい。形違うのかな？違うよ。あ、違うの？うん。さあ、誰が出るでしょうか。シルクも？ジャンジャン。全部一緒か。うん、と思ったけどな。はい。硬いね。グミだからね。うん。なんだその顔は。思わしくない顔だね。いまいち。うん、愛ちゃんの好みではなかった。じゃあ次はパイナップル。トカゲとペンギンになってた。すごいいっぱい出したね。全員とこでできてんよ。ママ、低下して。全員とこで。ピンにおらへん。おった。そんな出さなくていいですよ、もう。はい。それでは、いただきます。いただきます。匂いパイナップルする？パイナップル。うん。あ、これはやばい。前、なんかマスカット味食べたのと、味覚えてるかどうか分からへんけど、覚えてないか。だいぶ前だもんね。それと、パイナップル。これ、すごいのが好き。え？トカゲの方が好き。味違うのかな？一緒だと思うけどな。多分味は変わらないと思う。形だけが違うだけで。